よし、はい、どうもおもでございます。メタンテーバンゲリオン実況続きからやっていきたいと思います。事情聴取じゃなくて現場検証か、現場検証からですね。那智恭子先生が亡くなって室内をピアノを調べる、ピアノを調べよう。蓋が開いたままだ。ピアノの蓋にバーンってされたみたいな。最中に襲われたのかな。ないのかな。ピアノに目立った外傷はありませんが。あ、そうなの。あれ、この楽譜はやっぱり院長のだ。音楽室に忘れていった楽譜ってこれのことだよな。あ、だからあのドゥーンみたいなのになったやん。ってことはあの弾いてたのは京子先生ってことなのかな。譜面台に置いてあのタイミングで死んだな。もしかして那智先生もこの曲を弾いてた。楽譜を調べる。院長が言ってた通り本当に古いや。曲にも全然覚えがない。誰が作った曲なんだ。持ち物に名前を書いておくなんて律儀だな。それにこの書き込み、あ、そっか、いつも間違える場所ってここなんだ。なんです。シージ君、そっちの状況はどう。早ない、聞いてくんの。さすがに。はい、大体のところは。そろそろ監視カメラの解析結果が出るわ。私とリツコは先に向かってるわね。出ます、ちゃんと。わかりました。またジャミングみたいなのかけられてるみたいなことにならない？まだ何にも調べてない、何にも調べてないよ。室内波長パターン青、使徒出現。忙しいな。場所は第一中学校。またしても学校全体が覆われています。どういうことだ。何ですって、またなの。シンジ君、聞こえた。すぐに捜索して。忙しいな、はい、どうなってんのよ。あなた方は社会人としての胆力あるかもしれないけど、シンジ君中学生だからね。もうちょっと優しくしてあげて。調べるってやったら、ピアノの他には大太鼓とシンバル、あと木琴がある。準備室にはもっとたくさんの楽器があるんだろうな。チェロ、ずいぶん弾いてないな。あれ、チェロ弾いてた設定なんてあったっけ。お願いしますだけか。じゃあ移動するのはいいけど、どこに行くんだ。なんだ、どこにいるんだ。あれ、イカリ君、そっちは。ダメだ、見つからない。一体どこに。何もまだ探しない。探しないよ。シンジ君、大至急視聴覚室。視聴覚室。あ、監視カメラ見つかったんですか。死体が結構死にますね。すぐ行きます。ガンガン死にますね。21時。ミサトさん。いや、仏さん笑うのは失礼なんですけど、いくらなんでも壮絶すぎるやろ。やられたわ。私たちが駆けつけた時にはすでにこの状態。もう絶対ゴリラみたいなやついるって。使徒、たった今反応は消失したそうよ。これも前と同じね。まったくやってくれるわね。めっちゃ動き早いゴリラみたいなやつがいるんやって。きっと苛立っていても何も解決しないわよ、カツラギ一。分かってる。シンジ君、まずは第一発見者の私たちから状況を説明するわ。はい、お願いします。ガンガン死にますね。事情聴取。被害者はカシーエリカ27歳。カシーエリカ鑑識課の職員よ。死因は見ての通り、首の骨を折られて即死。最初の女の被害者の子もカシーって名字じゃなかったっけ。姉妹なのかな。私たちは使徒の反応を感知してからすぐにこの視聴覚室を目指したわ。入ってみたら出迎えてくれたのは死体だったってわけ。なるほど、そんなおしゃれな言い方しなくていいけど。死亡推定時刻は19時30分から20時50分の間。広いなそんなにわからんもん。破損されたのは彼女が調べていた監視カメラのデータと映像装置一式ね。はあ、なるほどね。聞いていきましょう。被害者はカシーエリ。那智先生と同じか。手口から見て同一犯の仕業ね。
ああ、だからゴリラだよ。ここに一人だったんですか？ええ、彼女は一人で例の音楽室の映像をチェックしていたらしいわ。他の職員にも確認は取ってあるわよ。私たちは使徒の反応を。その時何か使徒の形跡はなかったんですか？なかったんですか？残念ながら姿も気配も匂いも何一つ感じられなかったわ。一体どこに消えたんだろう。じゃあゴリラじゃないのか。ゴリラやったら匂いぐらいしそうな前もんな。死亡推定時刻はもう割り出したんですか？彼女がこの場所で一人になったのが19時30分のことらしいの。それから私たちがここに来るまで視聴覚室には誰も来なかったと。なるほど。鍵はかかっていなかったわ。いや、まあこんなパワフルなことができるやったら鍵なんて何の役にも立たないだろうけどね。破損されたのは、はいはい、データ、まさかなくなったんでしょ？残念ながらご推察の通りよ。音楽室の映像データはこれで永遠にお蔵入りね。そんな上から言うことじゃないけどね。失態ですよこれは。バックアップは取ってないんですか？もちろん取ってあったわ。ただそこに転がってる壊れたディスクの中だけど。なんで同じ室内に保管しちゃうんだよ。証拠隠滅のつもりかしら。わからないけどね。そうだとしたら結構な知能犯ってことになるわね。ああ、匂いもしないし知能があるってことはやっぱりゴリラじゃないのか。どう？まだ聞きたいことはある？大丈夫です。いえ、だいたいわかりました。ありがとうございます。サンキュー。しかし弱ったわね。データがなくなっちゃったんじゃ操作もまた振り出しからよ。仕切り直しね。現場の保存だけしたら、あとは明日に持ち越しましょう。そうね。まあ考えようによっては、良かったこともないとは言えないわ。いくらなんでもポジティブすぎる、それは。二人死んでますから。何言ってんの？仏に失礼だよ。あなたのクラスの院長さんの権威は晴れたってことよ。ああ、まあそういう見方はできんのか。彼女は私が本部に送り届けたわ。犯行がその後に起こったということは、普通の人間ができる仕業じゃないからね、これは。あ、そうか。院長にもアリバイがあるんだ。そういうこと。さあ、本部に戻って彼女を家に帰してあげましょう。あの熱血少年もこれで安心でしょうよ。いや、あいつ熱血じゃないからね。ただ柄悪いだけだよ。22時30分。えらい長丁場だね、今日は。さてと、すっかり遅くなっちゃったわね。シンジ君とレイはもう帰っていいわ。捜査了解。あの、美里さんは？大人はまだやることがあんの。遠慮しないで帰りなさい。いや、もう全然遠慮しないけどね。どんだけ拘束された思った。お疲れ様でした。中学生が拘束されていい時間じゃないからな。お疲れ様、シンジ君。ああ、カオル君。カオル君、どこにでもいんな。大変だったね。聞いたよ、姿なき使徒だって。手伝ってよ。うん、でもきっと見つけてみせるよ。頼もしいな。けどせっかくの容疑者を解放するのはちょっと感心できないね。でもまた5人逮捕しかねないから。君は容疑者？まさか委員長のこと？彼女にはちゃんとアリバイがあるんだ。拘束する理由はないよ。そうかな。第二の殺人の時はそうかもしれないけど、最初の殺人に対してのアリバイはまだ立証されていないはずだ。ああ、別人の犯行と思ってんの？二つの事件は同一人物の犯行だよ。彼女は違う。あの子だったら相当怖いけどな。それも今の段階では確実じゃない。シンジ君、希望的観測だけでは裁きは覆せないよ。早とちりで5人逮捕したやつに言われたくないよ。君は本当に優しいね。けどその優しさがその頬の痛みと引き換えにしたものなら少々問題だな。違う。お前言うだよ、本当に。頼むで、転校生。
そんなんじゃない。院長の疑いは晴れたんだ。だから返した。それだけど僕は優しくなんかない。8時20分、ああ次の日か。碇くん。あ、院長。院長無事でした？大丈夫？おはよう。昨日はどうもありがとう。ええんやで。いや、君は大丈夫？ちょっと夢見は悪かったけど平気よ。京子先生のことで何か私に手伝えることがあったら言ってね。もしかしたら話を聞きに行くかもしれない。その時はよろしく。ええ、私にできることはそれくらいだから。なんかこのゲームに違和感を感じてるのはあれか、敵が使徒だからさ、殺人に理由がないよな。事件の発災中でもしっかり授業は受けさせられるんだもんな。気になって集中なんかできなかったよ。さすがブラッキーよ。ああ、超待ち転校生。なんや、土下座するんか。何？おお、まあそのなんや、あれやな。好きになっちゃった？あれ？せやからほら、あれや。好きになったな、さてはこれは。どれ？わざとか自分わざとやな。え、もう恋しちゃってるやんその顔は。もうええ帰るツンデレ上司か。今のは一体。好きなんだよ。当時は不器用だからね。あ、出た変態、生粋の変態。聞いたよ昨日のこと。委員長が大変だったらしいじゃないか。妹さんのことではお前のことを殴ったりしたけどさ、委員長が今日無事に学校に来てるのを見て当時のやつも思うところがあったんじゃないかな。お礼の一つも満足に言えないとことん不器用なやつだけどさ、悪いやつじゃないんだお礼を満足に言えないっていうのは不器用とは違うけどね。不器用で済ませていい話じゃないけどね。礼儀知らずだよ、どっちかっていうと。そうならいいや。ありがとうとごめんなさいは言えないとダメだよ。碇くん行くわよ。ああはい。綾波さん行きます。わかった。頑張れよ碇、手伝えることがあったら何でも言ってくれよな。ありがとう。また変な写真お願いするかも。実際あいつのおかげで事件解決したみたいなことあるからな。現場から何かを掴むしかないな。そうね。少しでも気になることがあればそこから考えよう。現場検証する感じなのかな。昇格室行く？昇格室って西だよね確か。昇格室もう覚えてきたわ。第二の事件、カシーユリカ殺害現場よ。昨日は調べられなかったからじっくり見てみよう。どこを見るの鈍ってきたな君ら。麻痺してきましたね。現場検視を。死体ですよこれ。てかそのままにしてあんの死体遺体の状況。カシーさんはナチ先生と同じく首の骨を折られていた。ナチ先生すぐにどかされたのに。死因は同じ。もしかしたら殺された状況も同じだったかも。どういうこと？ナチ先生はピアノを弾いていた。カシーさんは映像を解析していた。二人とも何かに集中していたってこと？犯人はその隙に彼女たちの首の骨を。そうね。壊されたものが散らばってぐちゃぐちゃだ。そうでもないわ。壊れているのはカシーさんが使用していた映像装置とデータレコーダー、そして
この部屋の。ああ、監視カメラだけね。確かに。他のものは何も壊されてない。つまり目的は証拠隠滅ってことは、映ってたらまずいものが映ってたってことだよね、きっと。監視カメラに映像装置の一部は遺体の上に覆いかぶさってる。犯人はカシーさんを殺した後でそれらを壊したのかな。そう考えるのが妥当ね。彼女が抵抗したにしては破損範囲が小さすぎるもの。もう一撃必殺やったんやろな、きっと。そういえば教室の鍵は開いてたって言ってたね。必殺仕事人みたいな仕事をしたんやろな、犯人。ボキッみたいな。 それもナチ先生の時と同じだね。もっとも教室に鍵をかけるのは未使用の時だけだから、誰かが使っている時に鍵を閉めてある方が不自然か。うん、監視カメラ。音楽室の映像データが壊されただけじゃなく、教室の監視カメラもか。映像データは残ってないみたい。カメラは先に壊されたのね。死角からカメラを先に狙ったってことか。映像が見られれば使徒の正体も分かったはずなのに。ないものは仕方がないわ。そうだな、たられば言ってもしゃあないからな。分かってるさ。映像装置粉々だね。粉々だね。モニター、プレイヤー、レコーダー、ディスク、すべてが徹底的に砕かれているわ。これじゃ復元も不可能ね。どんな腕力を持ってこんなことができるん。どうやって壊したんだろう。犯行に使った凶器も不明だけど、これだけの機械を砕くのにまさか素手じゃ無理だろ。いや素手だろう。イカリ君、相手は使徒よ。そうよ、どんなゴリラかたまったもんじゃないかな。何でもありってことか。クソ、何でもありっていうになるだけでこんなにもむちゃくちゃなことが起こっちゃうんだな。事件の概要、ネルフ鑑識課職員カシーエリカ27歳が視聴覚室 にて何者かによって殺害された。19時半から20時50分首の骨を折られている。目撃者は桂木美里、赤木律子、凶器不明。被害者は第一の事件音楽室の映像解析中に殺された。殺害後犯人は証拠隠滅のために映像装置各種データを破壊。現場の監視カメラも同様に破壊されている。なるほどね。じゃあ移動しましょう。あー、どこ行けばいいんだ。どこに行けばいいんだ。音楽室でも行ってみるか。東校舎1階。うろうろしてたらなんか起こる。そんなこともなさそうだね。そうだな、音楽室行ってみるか。音楽室って西校舎だっけ。あったあった。あ、変わる。捜査会、ご苦労様。どこにでもいるね。あ、うん。吉報を待っているよ。君たちの捜査によっては僕も動かなきゃならなくなるだろうからね。また今回も裁判あんのか。必ず見つけるさ。あの人数少ないのにざわざわする裁判みたいに。もちろんそう願うよ。行きましょう。ここでイベントが起こったってことは音楽室に入ればいいんだろうね。第一の事件、那智恭子殺害現場よ。昨日大体は見たんだけど、どこか気になるところはある。なんか気になる。あ、そうそう、現場検証ってか、あの死体の部分は何一つ調べれてないからね。あれ、ピアノも楽譜も調べたんやけどな。それ以外を調べたんやけど、一応調べるか。那智先生は殺された時もピアノを弾いてたのかな。弾いていた可能性が高いとは思うわ。うん、そうだよな。ピアノの蓋は開いていたし、遺体が倒れていた位置を考えると先生はピアノの前に座っていたようだし。遺体のすぐそばにあるのにピアノには傷一つないもの。そうだね。普通殺されそうになったら抵抗くらいするものなのに、一撃必殺でしょ。暴れた形跡もないってことは相手に気づく前に殺されたか。
あるいは顔見知りの犯行。あーなるほどね、あーなるほどね、その線は考えなかったな。おて、もう俺の頭の中でゴリラみたいなやつが後ろからボキーってやったっていうイメージしかないからさ。綾波さん、委員長を疑ってるの？まあありえない話じゃないからね、正直。一般論よ。委員長が置き忘れた楽譜、ピアノの譜面台の上にあったんだ。わざわざ開い、それはどうかしたの？まあ何かこう、何かがきっかけで操られてるみたいな可能性もなくはないからね。どうってわけじゃないんだけど、もしかしたらナチ先生はあの楽譜の曲を弾いてたのかもって。それが事件と関係あるの？いや別に。そう、みんな表情豊かやな。この楽譜いつ委員長に返してあげられるのかな？事件が解決すればすぐにでも。そうだな、事件の解決が先決だよな。ピアノ、被害者は殺される直前までピアノを弾いていたと思われる。譜面台に、ホラキだっけ、ホラキ光の楽譜が置かれていた。今のところ首都について分かっていること、出現時のターゲットが絞り込めないこと、犯行の後は反応そのものが消失してしまうことね。あ、全然分かんねえな。何でもありすぎるもんな、いくらなんでも。イカリ君、ミステリー泣かせだよこれ。昨日カオル君に言われたんだ、委員長を解放するべきじゃなかったって。第二の殺人の時には委員長にはアリバイがあった。だけど最初の殺人についてのアリバイはまだ立証されていないはずだからって。あ、だから人を操る人の可能性はあるよね。人を操るというか乗り移るというか。そうね。だけど僕はこの事件は同一犯だと思ってる。前の事件のように使徒がいろんな人間に擬態してる可能性もなくはないけど、でも彼女は違うと思うんだ。ね、音楽にまつわる感じなんだろうね。なんかそんなタイトルやったよね、第2は。希望的観測ね。カオル君にもそう言われたよ。でも私たちの仕事は犯人を捕まえること。委員長が使徒じゃないというのならその根拠を示せばいい。そうだな、事件解決すればいいんだよ。そうだね。あなたはどう思っているの？使徒の正体はまだ手探りだけど、多分使徒が現れるには何か必要条件があるんじゃないかと思う。必要条件？音じゃない？おそらく2つの事件にはいくつかの共通点がある。そこを徹底的に洗い直すんだ。そうすればきっと。だから例えばさ、監視カメラ見てるときに、あの、言ったら監視カメラ見てるってことはピアノを弾いてる場面を聞いたってことでしょ。ってことは音が流れたと思うよ。ピアノのあの楽譜の音楽がなんかきっかけになってんじゃないかなって思うけどね。シンジ君、レイ、また出たわ、使徒よ。状況は前回、前々回と同様。また死ぬの？学校全体に反応が出てる。すぐに捜索して。また死ぬんだな、人が。了解、捜索開始します。了解了解。今度こそ逃がさない。これは音楽室は何もないのか。そうだな、あと音がきっかけになりそうなとこってあるかな。1階に降りて一応視聴覚室も見とこうか。やだな、視聴覚室に行っただけでこの画面になるのやだな。あと何か事件が起こりそうな理科室とか、東校舎、なんか理科室なんかありそうな感じだったもんな、光がいたし。理科室で、理科室、理科準備室。ああ、何もないのか。焦って闇雲に探すのは効率が悪いわ。そんなこと言われてもな。で教室とかかな、普通に。まあでも片っ端から見ていくしかないもんな、こんなの。そんな効率がどうとか言われても。
じゃあ保健室？いや、この何も起こんない保健前で何も起こんないってことは何も起こんないんだろうな。ってことは教室の前まで片っ端から行ってみるのが一番楽か。2階廊下、教室前とか行ってみる。じゃあ2の A の教室前。ほら来た、ほら来たって相当試した後だけど。うん、光院長、またやったんか。え、普通になんかうちうちの人間が死ぬのはさすがに嫌ですよ。院長、一体。いや、どうして。災難だな、この子。イカリ君、仲よ。頼むぞ。16時30分、頼むぞ。ああ、よかった。知らない、よくないけど。知らない人だった、よかった。もうこれ完全に音きっかけですね。ひどい。おい、光じゃないか犯人。マジで、あの光ではないんだろうけど、この人は光の肉体じゃない。音楽の薩摩美美先生ね。すげえ名前、薩摩美美。委員長を見てくるわ。あなたは本部に連絡を。ああ、薩摩美美。シンジ君、使徒の反応が消えたわ。そっちは？死体が出ました。教室で死体を発見しました。被害者は音楽の薩摩美美先生です。これちょっと休校でしょ、この学校。先生死にすぎでは。なんてこと。すぐにそちらへ向かうわ。あなたはその場で待機しててちょうだい。はい、はい、今回も俺はいくらなんでも大発見者委員長か。死にすぎでは先生。補充さっとできる量じゃないよ。美里さん、院長は。ずいぶん錯乱してたけど、やっと落ち着いたわ。無理もないわね。二度目の殺人現場だもの。ひどいようなら鎮静剤を使おうと思ってたんだけど、しっかりした子ね。まあ立て続けだからね。今なら話を聞けるわよ。事情聴取始めてちょうだい。はい、院長。大丈夫。怒り。大丈夫じゃないよな。精神崩壊者だよ。現場で見たことを全て話してちょうだい。できるわね。まあでも聞かなきゃね。よかった、知り合いが死ななくてよかった。頼むからメインキャラは殺すなよ。実は今日の放課後にミミ先生にピアノを教えてもらう約束をしてたの。はいはい。私が練習してたあの曲を教えてくれることになっていて。はいはい。教室に向かってたらピアノの音が聞こえてきて、もう来てるんだと思ったところで不意に演奏が止まったの。はいはい。そしてドアを開けたらミミ先生が、あんな、あの曲がきっかけなんだろうね、もう間違いなく。実はこれもう猿でもある。今日の放課後に約束。ええ、昼休みにたまたま会って、その時にね。呪いの曲だな。その約束は16時30分に教室でということ。そうよ。だけど教室でピアノの練習なんて。なんかピアノ落ちたもんね。音楽室はまだ使えないし、ミミ先生は私物のキーボードを持ってたから、それでやることになってたの。うん。私が練習してたあの曲を教えてくれることになっていて。でもあの曲の楽譜はまだ返してないのに。ええ、でもミミ先生はコピーを持ってたから。ああ、だから楽譜がどうとかって話じゃないのか。やっぱりあの曲がって感じなんだね。あの楽譜のコピーを。そうよ、私があんまり熱心だからって興味を持ってたみたい。一昨日自分も弾いてみたいからコピーさせてって言われたの。それで死んじゃったんだな。悲惨やな、先生も。音楽の先生ならすぐに弾けるだろうしね。でも昼に会った時には忙しくてまだ弾いてないって言ってたわ。だから放課後一緒に練習しましょうって。
まあもうなんか光は直接的には関わってないとはいえ、光きっかけになってる。教室に向かってたらピアノの音が聞こえてきて、はいはい、その演奏って？ええ、あの楽譜の曲だったわ。私がつっかえてたところも綺麗に弾けてて、さすがだと思ったんだもの。うん。そしてドアを開けたら、ミミ先生が、あんな。ご愁傷様やな、それは。その時、教室の中には誰もいなかった？いなかったと思うわ。曖昧なのね。だって入ってすぐに先生が倒れてるのが目に入って、怖くて何が何だか分からなくて。院長が教室から飛び出してきたのと僕たちが教室に着いたのはほぼ同時でした。もしその時中に誰かいたなら僕たちが気づかないはずないと思います。そうだな。確かにそう。あ、だいたいこれくらいね。シンジ君、まだ何かある？いや、特にないんですけど。とりあえずこんなところで。私どうして？仲のいい先生ばっかり。まあ君は悪くないんだろうけど、君のせいでもあるんだよな、おそらくこれは。ちょっと複雑な気持ちになるな。私に優しくしてくれたから、私が悪いの、私が。まあ、でも勘違いしてもおかしくないよな。わしゃ死神かいっていう話だもんな。こんだけ死んでたら。院長、落ち着いて。昨日の今日で彼女もかなり消耗しているのよ。睡眠剤を打ちましょう。少し眠りなさい。安易な解決策を持ち出すな。ここは私に任せて、あなたたちは捜査を続けて。あなた結構手荒そうなんで怖いんだよ。了解。そうか、また死んだんか。これで3人目ね。本当だよ、死にすぎだよ。悔やんでても仕方ないわ。とりあえず現場検証。いやだ、これあまり時間がないわよ、シンジ君。相手がさ、普通に人間だったらいいけどさ、使徒だからどうしようもないよな。シンジ君が謝ることじゃないよ。そろそろ面倒なのが動きそうだから、捜査続行します。あ、検察頼むわ。カオル君の組織かな。あ、あいつか、面倒なのって。あっちは保健室ね。院長か、誰に聞いたんだろう。確かに。ってことで、面倒な猿が今見えましたけど、はい、また次回に続けていきたいと思います。まだよかったらお付き合いください。もう3人も死んじゃったけどね、この2パートぐらいで。こんなボコボコ人死んでいいのかな。私がよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。